はい、じゃあ続きからやっていきましょう。ようやく昼休みになり、腹を空かせていた俺は脱力して机に突っ伏した。朝飯シリアルだけじゃ足りなかったな。もう少しの改善の余地がある。もうへばってるの？情けないわね。体育の授業があったわけでもないのに。転校生に対して容赦がないな。まだ慣れきってない環境ってのは結構疲れるもんなんだよ。まあそれはあるよね。授業の進みも前と違うしさ、前時間もおっかなびっくりだよ。しっかり予習してないからじゃない？聞くって厳しいな。双葉さんはやってるのか。予習も復習も学生として当然の責務よ。責務とまで言い切るか。この真面目さん目、さすがクラス委員長と選ばれるだけある。委員長に選ばれるだけある。それこそ奏なんて優しい幼馴染がいるんだから、事前に聞いておけばいいじゃない。私がどうかした？名前が上がったことに敏感に反応したかなちゃんが突っ伏している俺の元へとやってくる。そうくんぐったりだね。もしかして朝ごはんの栄養足りなかったのかな。まあ、コーンフレークじゃ腹減るわ。そうみたいだな。朝飯だけじゃなくてブランチも取り入れないとダメみたいだ。あなたが前にいたところではなんて言ってたか知らないけど、ここでは早弁っていうのよ、それ。全国共通だよ。こんなに大きくなったのに、そうくんはまだまだ成長期なんだ。まあ、立石くんがどこで何を食べてもいいけどね。先生に見つかって印象を悪くするような真似はやめておきなさい。でも食べ過ぎると眠くなっちゃうから、授業中の居眠りにも注意だよ。ほどほどにね。いや、本当に眠くなるよな、食べた後って。あ、フォローしてくれるかなちゃんは優しいな。そんなことないよ。はいはい、私は冷たくて悪うございました。さきちゃんも好きだな。もうみんな好きじゃん。いや、双葉さんは冷たくないよ。ちゃんと気にかけてくれるんだしさ。何それ、私はお母さんじゃないわよ。若干ぶっきらぼうながらも忠告をしてくれている。好きの反対は無関心とも言うし、彼女が本当に冷たい人ならわざわざ俺に声をかけることすらない。まあ、かなちゃんの幼馴染補正が効いてるんだろうけどな。褒めたつもりだったけどな。双葉さん、将来いい奥さんになるよ。奥さん誰があなたの奥さんなんかに。めっちゃ動揺してるよ。俺の奥さんだなんて一言も言ってないだろう。あくまで一般的な話だよ。今話している男子はあなただけなんだから、あなただと思うじゃない。驚かさないでちょうだい。やっぱ推しに弱そうですね。褒めたつもりがたしなめられてしまった女の子を褒めるってのは難しいな。双葉さんだけが特別なのかもしれない。まあ、よりがちょろすぎるのかもしれない。なんとなくわかるな。さきちゃんは世話焼きさんだもん。素敵なお嫁さんになりそうだよね。それは奏でしょ。そうかな。まあ、お姉ちゃんにはいっぱい世話焼いてるかも。お姉ちゃん見てないと結構危なっかしいから。そうですね、ポロリするからね。するタイプは異なるけど、どちらもいいお嫁さんになれそうなタイプなのは間違いない。確かに。でもそれを言ったら、そうくんもまゆちゃんの舵取り大変そうだよね。あいつ、火事とエンジンのぶっ壊れてるモーターボートだからな。どんなスピードでどこに突っ込むかさっぱりわかんなくてな。いつ、岩礁に乗り上げるか不安でしょうがない。そう、立石くんも結構苦労しているみたいね。俺の言い回しは双葉さんにちょっと受けたらしい。いや、ちょっと、さきちゃん好きかもしんない。ここで長話してる場合じゃなかったわ。また先生に呼ばれてるの？ええ。午後の教材のプリントを配ってほしいって言われてて、ちょっと職員室へ行ってくるわ。俺も就職だし手伝おうか。そんなに人手は必要じゃなさそうだから大丈夫よ。もしも就職として手伝ってくれるのなら、黒板をもう少し綺麗にしておいてくれると助かるわ。了解。そう言って双葉さんは教室から出て行った。今から職員室に行ってプリントを受け取ってまたここに戻ってくるんだよな。今の話だと多分そんな感じだね。昼飯を食べる時間あるのかな。さきちゃんは何でもテキパキしてるから大丈夫だよ。1日3食のご飯は絶対に欠かさないって言ってたし。できた子ですね。結構小食だからね。それであんまり時間がかからないっていうのもあるんじゃないかな。小食のくせに飯の時間だけめっちゃ長いんだよな。確かに彼女の容姿から食が太そうなイメージはない。
それでも昼食を食べてからじゃなく、先に先生の用事を済ませなきゃいけないのか。大変だな。さすがはクラス委員長さん。私も見習わないとな。かなちゃんはともかく、まゆりには双葉さんの爪の赤を煎じて飲ませるどころか、遺伝子を直接移植したい。そうすればあいつの自堕落も少しは治るんじゃないだろうか。遺伝子の拒絶反応を起こしそうだな。かなで、私たちも食べようよ。あ、うん、そうくん。じゃあ私、あっちで食べるね。そうくんも混ざる？いや、女子の空間はな。いや、いい、ケイスケと約束してるからさ。さすがに女子グループの中に男子一人に混ざる勇気は持ち合わせてなかった。そっか。修学旅行は一緒にご飯食べようね。美味しいものいっぱい食べよう。言い残してかなちゃんはいつも一緒に弁当を食べてる女子たちの前へと入ってきた。パン買ってきたぞ。ハムレタスサンド、カツサンド、卵サンド、ポテサラサンド、アジフライサンドだ。さあ、どれがいい？まあ、卵かカツだな。サンドしてんのばっかだな。うん、定番の卵とカツももらうよ。やべえ、俺、掃除主人公と全く思考が一緒なんだけど。この中からそいつを選ぶとはお目が高い。そいつはうちの購買ご自慢の一品だ。心ゆくまで味わうがいい。まあ美味しいもんな。購買のカツサンドと卵サンドがそんなにすごいのか、お抱えシェフが作ってたりするのか。よいしょっと。想像していたよりも3割増してうまかったカツサンドを食べ終えた頃、束になったプリントを抱えて双葉さんが戻ってきた。こっちが男子で、大変そう。こっちが女子で、それを教壇の上に置くと仕分けを始める。クラス A に配るものならしく、枚数はそんなに多くないけれど。さきちゃん、半分ちょうだい。かなちゃんや女子たちが双葉さんを手伝おうと教壇の周りに集まった。ありがとう。でもすぐ終わるから大丈夫よ。気持ちだけもらっておくわ。うん、わかった。そして双葉さんはテキパキとプリントを仕分け していった。偉いよな双葉さん。テニス部のエースで委員長の仕事まで完璧にこなしててさ。まあだからこそあれですよね、そう弱みを見せるところがあるんじゃないでしょうか。その上成績優秀の文武両道とな。完璧超人すぎる。実在するんならこういう人、フィクションの中だけの存在かと思ってた。ああもう気を張り巡らされていると疲れそうだよな。疲れてるようには見えないぞ。胸やお尻のあの張りは疲れているやつのそれではない。さすがだなお前は。どこを見てるんだお前は。確かに双葉さんに疲れてる様子はまるでない。昼食をまだ食べてないのに嫌な顔を一つせず、黙々とクラス委員長の役目を果たしている。できたっと。そしてチョークで黒板に、授業が始まったら一人一人プリントを取ることと書いて、かなちゃんたちの元に戻った。はぁ、お腹すいた。お疲れ様。チョークで汚れちゃったでしょ。ウェットティッシュ使って。ありがとう。よく気がつくわね。やっぱりいいお嫁さんタイプは奏だわ。さき、宿題移させて。こっちもいいですね。またやってこなかったの？出席番号的に私当たりそうなんだよね。すっかり忘れちゃっててさ。こういうのあるよな。今日はね、何日だから出席番号何番の人とか、そういう時にね、ちょっと怖いから確認したりしてね。頭いい人に。当たりそうでもそうでなくても宿題はちゃんとやらなきゃダメじゃない。もう、たしなめつつも双葉さんは自分の机からノートを取り出して彼女に差し出す。次はちゃんとやんなきゃダメよ。いつもごめんね。このお礼は必ず。私の体で。何、バカなこと言ってないで。写すなら早く写しちゃって。かわいい。クラスメイトの女子は双葉さんからノートを受け取ると自分の席に戻り、早速写し始めた。一方の双葉さんはかなちゃんたちの席に混ざり、談笑しながら弁当を食べ始める。ママの卵焼き今日も美味しい。かわいい。やべ、かわいいしか言ってね。どうやら母親お手製の弁当を持参しているらしい。さっきのお弁当いつも美味しそうだよね。ねえ、トレードしよう。トレード。その枝豆コロッケとならいいわよ。キャイキャイと女の子たちが仲睦まじくしている様子を俺やケイスケ、他の男子が透明に見ていた。いいもんだよな、女の子たちが戯れてるってのは。そうですね。委員長、
どんな無理難題でも愚痴一つ言わないのが偉いよな。だから俺たちもついつい頼っちまう。来年の学生会長は彼女で決まりだよな。圧倒的支持率で当選するんじゃね。まあ、だからこそ一人になった時にね、双葉さんが彼女だったら何かあるんじゃないかな。ほらネクタイも終わってる。しっかりしなきゃダメじゃないとか言いながらネクタイ締め直してくれたりするんだよ。キモータもおるね。未来の旦那さんは俺でやってほしいな。毎朝味噌汁で洗顔してから出直せよ。なんだと。んじゃあお前はコーンポタージュで洗え。ならば俺はクラムチャウダーで洗ってやるぜ。男子は男子でこういうノリもありますね。どうぞどうぞなんだこの茶番。とにかく双葉さんは上司の輪にしっかり溶け込んでいるし、そして男子からも人気がある。言うまでもなく可愛いし、その上世話焼き女房を気質とくればそれも当然か。かなちゃんと双葉さんは親友だっていうし、可愛い子同士磁石みたいに引き合う何かがあるのかな。女子に注目しているうちに昼休みは終わり、午後の授業が始まるのだった。ゴミは捨てたし、日誌も OK、 戸締まり、黒板も、うん、合格ね。就職の仕事を指差し確認。どうやらつつがなく就職の初日を終えたらしい。お疲れ様。早く帰りたいところでしょうに、居残りさせちゃって悪かったわね。これが就職の仕事なんだから気にしてないよ。双葉さんこそこれ以外にもクラス委員の仕事お疲れ様。そういえばお昼休みに男子が集まって私の方を見ながら何か話してたわね。口うるさいクラス委員長の悪口でも言ってたのかしら。いや褒めてましたよ。とんでもない、双葉さんは可愛くて真面目ですごいなって話をしていただけよ。怖い弱い。君は女の子に平然とそういうことを言う人なの、ね、え、俺なんか変なこと言った？何も。自然とそういうことを言えるのはさすが奏の幼馴染ってことなのかしら。なんでかなちゃんの幼馴染って関係あるんだ。あの子もそういうことためらいなく言う子だからよ。そういう口説き文句は私よりも奏に言ってあげなさい。まあでもこういうのを普通に言える人は強いですよね。くどき文句、いや別にそういうつもりで言ったわけじゃ。分かってるわよ。そういう本気の反応しちゃうところも奏みたいだわ。今日のお仕事はこれで終わり。私は部活に行くわ。また明日ね、立石くん。いつだっけ、お疲れさん、また明日。小さく手を振って双葉さんは教室を後にした。いやこういうのが青春ってやつですよ。教室に長居していってもしょうがない。俺も帰るか。放課後の廊下は部活に向かう学生、帰宅する学生と様々だ。とりあえず今日のところはまっすぐ帰るとしよう。さすがに登校2日目となれば真由里に声をかけなくてもいいだろうし、あいつのことだ。たくさんの友達のうちの誰かととっと帰ってるだろうしな。お兄さん。お、ゆいちゃん。聞き覚えのある声に呼ばれられ聞き覚えのある声に呼ばれて振り返ると行き交う学生たちの向こうにゆいちゃんがいた。目が合った瞬間頬にキスされた感触が蘇ってしまう。お前ゆいちゃんの名前出しただけよ。もうすっかりな、そういうイメージができるようになったのか。パブロフの犬みたいになってるよ。そんな俺の内心なんてつゆ知らず、ゆいちゃんはこっちへ小走りで向かってくる。その途中、双葉さん、廊下を走ってはいけないと習ってませんか。あら、すみません先生。タイミング悪く教室から出てきた女教室に見つかり怒られてしまった。先生にピコピコと頭を下げるゆいちゃん、かわいいね。謝りまくった挙句、少しばかりしょんぼりと肩を落としたゆいちゃんはとぼとぼ歩いて俺の元へとやってきた。怒られちゃったね。はい、占いが当たっちゃいました。何の占い？朝のテレビの星座占いです。今日の双子座は油断禁物、タイミング悪く怒られちゃうぞって言ってたので。今朝俺も見ていたテレビの星座占いだろう。3位だった俺の牡牛座は遠出修学旅行に向かうことになったので、あながち大外れってわけではなさそうだ。まあ占いが当たっちゃう時もあるよね。当たるも発見、当たらぬも発見。あんまり気にしすぎない方がいいよ。はい、あんまり気にしないようにします。
悪いことばかりそう長く続くもんじゃないからさ、すぐにいいこともあるって。そうですよね。会ったこともない占い師さんなんかよりお兄さんの言葉を信じます。まあ確かに俺の言葉なんてそんな大層なもんじゃないけど、女の子に手放しで信じてもらえるってのは悪い気はしない。ところでお兄さんは今から帰るところですか？うん、一緒に帰る？うん、就職の仕事もやっと終わったところだからね。お姉さんには初日からたっぷりお世話になっちゃったよ。そうですか。お姉ちゃんと、いいな。ゆいちゃんは本当にお姉ちゃん大好きなんだな。大好きですけど、今のいいなはお姉ちゃんじゃなくて違うの？違うのかもないんですけど、ゆいちゃんも可愛いな。そういう意味では、お兄さん、まゆちゃん、他の友達と帰っちゃったんで、よかったら、そのよくわからないけど、言いたいことがいろいろとごちゃ混ぜになっている感じがする。ちょっと落ち着こう、ゆいちゃん。とりあえず帰りながらゆっくり話そうか。ゆいちゃんを流した俺は昇降口へ向かって歩き出した。お兄さんの下駄箱はそこなんですね。そうだけど、どうしたの？一応場所を覚えておこうかなって思いまして。あ、これは中に入れるんじゃないですか。え、覚えてどうするの？だって画鋲とか何か入れたりするかもしれないじゃないですか。みーちゃんも結構グイグイ来るタイプだね。そう、ゆいちゃんの意図するところを全く察せないほど鈍いわけではない。上級生の教室に足を運ぶのも結構プレッシャーだからな。下駄箱に置けるものならここに置いちゃう方が楽だよな。いや、僕もね、小学校の頃はまあ割かし、まあ、4年生ぐらいが一番人生のモテ期だったんで、小学校で来ちゃったんだけど、まあなんか下駄箱に入ってたりしたんですよ、手紙とかが。でもこのこういう感じの扉式じゃなくて下駄箱が全部オープンになっちゃって、でそれでこの下駄箱の中に入ってた手紙を友達に見られてしまって、それでかなりいじられましたね。なんなら開けられたからね。まあ子供だからさ、まあそういうのは仕方ないにしろさ、人のものを勝手に触るのは良くないよっていう。かなり切れてたね。じゃあゆいちゃんの下駄箱はどこ？ギブアンドテイクというか、話の流れで聞いてみる。私の下駄箱に何か入れてくれるんですか？いや、その予定はとりあえずないけど、もしかしたら将来的にはそういうこともあるかもしれないね。念のため教えておきますね。こっちです。そう言って案内されたゆいちゃんの下駄箱は俺の下駄箱のちょうど真反対側だった。ここになります。ちょっと高いところにあるから取りづらいんですけど、よいしょ。ゆいちゃんの身長だと背伸びをするほどじゃないにしろ、腕はぐんと伸ばさないと届かない。取ってあげるよ、ここでいいんだよね。俺の身長ならば手を伸ばさずに悠々届く。毎日取ってあげるよ。中に入っていた俺よりも二回り小さい革靴を取って床タイルに置いた。ありがとうございます。どういたしまして。お礼を言われるほどのことをしたつもりはない。お兄さん、自然に優しいところも変わってないですね。まあ多分そういうところに来れたのかな。そうかな、大したことをしてるつもりはないけど、まあ面倒見はいい方だと思うよ。何せゆいちゃんの3倍は手のかかる妹がいるからね。まゆちゃんいいな。でも突然うつむいたゆいちゃんが小さな声でつぶやきながら考え込む。もし私がお兄さんの妹だったら、そっか、そうだよね。まあそうだね。付き合いも結婚もできないよね。あまりにも小さくポソポソとしたつぶやきは独り言だろうか。どうかした？マヨリが何か迷惑かけたかな？それならあいつに代わって謝るけど。コロコロと表情が変わるところはマユリと重なる妹って、こういうものなのだろうか。ずいぶんと立石くんに懐いてるのね、ユイリ。あ、お姉ちゃん。双葉さん部活に行ったんじゃん。部活に行くと言って教室を出て行った彼女だったけれど、まだ校舎にいたらしい。部活に行く前に、その
野暮用を済ませてたのよ。野暮用どこでも何でもいいでしょ。立石くんには関係ないもの。僕が照れくさそうにしていて、時間的にも俺と10分ほど、10分程度のズレ。あ、多分トイレだな。この子が男の人とこんな物おじせず話しているところ初めて見たわ。あなたがいい人ってのは本当みたいね。昨日の夜、お姉ちゃんにお兄さんのことを聞かれたんです。あの時はちょっと冷たく言いすぎちゃったからって。なるほど。ちょっとユイリ、あの時双葉さんに冷たくあしらわれた時っていうと、ああ、ケイスケとテニス部の練習を見ていた時のことかな。そうよ。ごめんなさい。てっきり真面目だな。彼と一緒になっていやらしい目で見てるのだと思って。でも実際見てたけどね。小さい頃テニススクールに通ってたそうね。奏から聞いたわ。あの、ここも一緒なんですけど、僕も小中テニススクールで通ってましたね。松岡修造が来たことある、まあ、結構有名なところだった。まだこっちにいた時だからずいぶん前の話だけどね。あの時テニスボールを目で追いかけていたのは、早姉と双葉さんに目を奪われていただけじゃない。ちょっとした懐かしさも手伝ってのものだ。ジュニアのテニススクールに通っていた時は、早姉やかなちゃんも一緒だった。自分の知っているスポーツならばより楽しめるから、今でもテレビで四大大会がやっていれば見たりもする。そうね。君なんて言ってごめんなさい。深々と双葉さんが頭を下げた。いや謝る必要はないよ。女子の練習をじろじろ見てたら勘違いされるのも当然だし。早姉や双葉さんに見惚れてなかったかって言われたら嘘になるからさ。双葉さんが謝る必要はないよ。俺の方こそ悪かった。双葉さんに習って俺もまた頭を下げた。バカ、正直にそんなこと言わなくてもいいのに。せっかく見直したのにまた見損なっちゃうわよ。あ、やばだ。あいにく嘘をつけない性格なもんで。あと、これでも思春期の男子だからね。躍動的な女の子に見惚れちゃうのは男の本能として理解してほしい。いくらなんでもバカ正直すぎだわ。私、正直者がバカを見るっていう言葉あまり好きじゃないのよね。正直な人はちゃんと報われていいと思うの。これはまあ僕も思うんですけど、正直すぎるとね、本当にそんな立ち回りになることも多いのは事実だよねっていう。いい人なのね、立石くん。ユイリやカナデが言ってた通りだわ。でしょでしょ、お姉ちゃん。ユイリと一緒なら他の部員も怪しんだりしないわ。テニスを見たくなったらいつでも見学に来てくれてもいいわよ。次は双眼鏡でも持ってますか。あくまでテニスをよ。はい、ありがとう。お言葉に甘えさせてもらうよ。部活はやってないんでしょ。なんなら男子テニス部に入ったらどうかしら。男子もあるんだ。時々青春に打ち込みたくはなるんだけど、うちは手間のかかる妹を一人に飼っててね。俺が家事の一切合切をしなきゃいけなくてさ、部活をやってる暇がないんだ。残念なことにね。家庭の事情があるのね。それなら仕方ないわ。お兄さん、家事もできちゃうんですね。マユリが何にもできないからな。あいつの代わりにやってたら誰でもできるようになるよ。すごいな。またポイントあげちゃった。ユイリも立石くんに負けないようにしないとね。頑張るもん。じゃあ改めて部活へ行ってくるわ。ユイリ、気をつけて帰りなさいね。ああ、頑張って。頑張って、お姉ちゃん。仲は良さそうだね。そして俺たちも昇降口を出て帰路に着いた。はい、じゃあ一旦切りがいいので今回はここまでにします。ではまた次回よろしくお願いします。バイバイ。